はい、どうも皆さんこんにちは、おさとエクセルのおさです。というわけで本日もですね、英語のクイズやっていきますよ。それに関連するキーワードを私の妻がですね、英語で読み上げて、それに該当するキーワードを私が、英語と日本語で答えるというようなクイズですが、本日のテーマはですね、関数です。関数のね、ディフィニッション、定義を、うちの妻が読みまして、それに対応するものを私が答えるというゲームを本日もやってまいりたいなと思います。私全くチートしていません。事前に何も調べてません。ただね、妻がね、ベーシックエクセルファンクションというね、キーワードでググった、そのウェブページに書いてある内容を、読み上げてくれる、そういう感じのスタイルになってますので、私は全くチートしていないということを申し上げた上で、早速始めていきましょう。合計で7問って言ったっけ？わかりました。じゃあ最初のクエスチョンいきましょうか。This function aggregates values from a selection of columns or rows from your selected range. Aggregation? Sum? Yeah. Alright. 選んだ範囲から、全部ね、数値アダップしてくれますよと、合計してくれますよというようなことを解説してくれるのかな。サム関数来ましたよ。サム関数といえば、オルトシフトイコール、ね、オルトシフトイコールを押すと、オートサムという機能をね、使って、で一気に該当の範囲を計算できるという機能がございますので、ぜひねそこも覚えておいていただけたらなと思います。というわけで第2問お願いします。 This function counts all cells in a given range. However, it counts all cells regardless of type. That is, it counts numeric, but it also counts dates, times, strings, logical values, errors, empty string or textカウント A ですね。ああ、これ面白い。これ面白いのは俺だけなのか分かんないけど、however の後が非常に大事ですよね。最初のセンテンスでカウントという言葉が出てきましたが、この時点でもカウント系の関数ねというのが分かったんですが、カウント系の関数といえば、カウント関数、カウント A 関数、そしてカウントブランク関数とか、カウント if 関数とかあるわけですが、however の後に、うちのね、妻が申し上げたのが、データの種類によらずってところでね、数値もニューメリックもそうだし、テキスト、文字列もそうだし、日付とデータ、日付と時刻もそうか、シリアル値についても全部、カウントするよということを話してくれたので、カウント A でしょうというところを私が推察したというわけです。いいんじゃないでしょうか。ちょっとドキドキしてましたけど、2つクリアしましたね。What's next? This function should remind you of simple averages of data such as the average number of shareholders in a given shareholding pool. Average?なんかすげえアベレージ出てきたから疑ったけど、多分アベレージだよね。アベレージ関数ってやつですね。セルの中に含まれている数値の平均を取るような関数ですけれども、僕あんまり実務の中で使ったことないですね。サム関数、アベレージ関数、そして VLOOKUP 関数がなんか確か1、2、3位ぐらいの使用頻度みたいなことをよくウェブで書かれてますけど、サムは使ってもアベレージあんま使ったことないなという印象があります。逆に言うと、アベレージ取りたいなと思った時は、基本的にはその対象となるセル範囲を普通にセル選択すると、右下の方にねアベレージの値が出てきたりするので、そっちを見るかなと思いますが、いずれにしましてもアベレージ関数というわけで大正解ありがとうございます。ベーシック関数だからポンポン出てこないと。普通の黒だから。妻が笑っております。はい、すいません。This function counts all cells in a given range that contain only numeric values. Alright. Easy. カウントファンクションですね。先ほどはカウント A でしたけどね。今回はカウントというわけで。Only numeric って言ったよね。数字だけをカウントするのが、カウント関数というわけですね。いやー、ありがとうございます。カウント A 関数の方が個人的にはね、実務的にはよく使うかなと思いますが、数字だけ計算したいなと思った時には、カウント A じゃなくてカウント関数を使いましょうというわけです。いいんじゃないでしょうか。4問正解。いいよ。あと3問。This function is often used when you want to sort your data according to a given logic. The best part of this formula is that you can embed formulas and functions within it. First sentence, please. This function is often used when you want to sort your data according to a given logic. If?
Mm-hmm. ああ、よかった。いや、if かなと思ったんだけどさ、なんかさ、まあ、でもロジックって言ったからね、ロジックに基づいて相当するというふうな話をしたのかな。うん、なるほど、なるほど。まあ、自分でね、if 関数のファーストのステートメントっていうか、まあ、第一引数に論理式を組むことによって、その論理式が正しい場合はこの値、正しくない場合はこの値を返してねっていうのを、まあ、自分で組み込むことができますよみたいな話を、まあ、読み上げてくれたというわけですかね。ありがとうございます。というわけで、第5問も正解、あと2問。These functions help in finding the greatest number and the smallest number in a range of values. Simple. Max func Max function と minimum function だね。Mm-hmm. まあミン関数っていうのかな。Mm-hmm. 3文字ずつだもんね。Max 関数と minimum 関数来ましたね。まあまあこの関数、まあ単体で使うというよりかね、他の関数と組み合わせながら使うことが多いのかなと思ってますが、ちょっとパッと事例出てこないんで、まあ次の問題行きましょう。This function makes sure your functions do not return errors due to unruly spaces. It ensures that all empty spaces are eliminated. If error? Wait a minute! Wait a minute! もう一回問題ください。This function makes sure your functions do not return errors due to unruly spaces. It ensures that all empty spaces are eliminated. Trim! スペースの話してたもんね。トリム関数ってやつですよ。Excel 現場の教科書に乗っかってますよ。第1章の10個目かな。余計なスペースを取り除く。はい。そんなトリム関数あるよという話をしていたのに。あ、これベーシックファンクションに入っていくんだ。なるほどね。というわけでね、最後の問題はちょっと危うかったかなと思いますが、今回は簡単中の簡単というかね、基本的な関数ばっかりだったので、まあ、次回はぜひですね、VLOOKUP とか、まあ、HLOOKUP とか、あるいはなんだろう、インデックスマッチとか、ちょっとなんか説明がややこしくなりがちな、なりそうな関数のね、中級バージョンでもやっていこうかなと思います。ぜひですね、一緒に楽しんでいきましょう。というわけで本日もね、ありがとうございました、妻さんでよろしいですか。はい。というわけで、ね、そろそろまあ、うちのね、娘、みやっぺさんも起きそうなので、収録はここまでということにしておきたいなと思いますが、このチャンネルではですね、人生の役に立つ、そんな情報を毎日お届けしておりますが、まあ、Excel のみならずですね、英語とか、あるいはビジネス用語とか、皆さんのね、働き方が変わるようなコンテンツをこれからも配信してまいりますので、ぜひチャンネル登録、ベルマークのクリック、そして高評価のいいねボタンをよろしくお願いいたします。というわけで本日もどうもありがとうございました。See you next time. Bye bye! バイバイ。はい。というわけでお疲れ様でした。ありがとうございます。はい。というわけでこの動画がいいね、役に立ったと思った方はぜひ LINE アットの追加もよろしくお願いします。概要欄から追加できます。また、この右上にありますカードボタンをクリックすると私のウェブサイトに飛びますので、そこから追加をお願いします。3つの特典があるんですね。1つ目は、ほぼ毎日夜21時に更新される動画を漏らさずに見ることができます。プレミア公開の情報が流れてきます。2つ目は、無料のプレゼントです。書籍のプレゼントだったりね、まあ、ショートカット一覧のプレゼント、いろんなものがございますので、ぜひね、お楽しみください。そして最後、3つ目はですね、私が地方に出張に行ったり、まあ、いろんなところに出張に行くんですけれども、ここでちょっと暇してるんでお茶しませんかなんていう情報を LINE の方でね、配信させていただきます。ということで、LINE 追加よろしくお願いします。皆さんで働き方を変えていきましょう。どうもありがとうございました。